最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、今日もね、時事ネタやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ今日はですね、あんまりいいニュースがなかったんですけども、結構マカロンをいただいてたんでね、まあこれに答えようかということで、メイン動画にするほどのねことでもないので、蓮舫と小池百合子ですね。まあ早い話、東京都知事選ですね、どっちが勝つかっていう話なんですけども、まあ、マカロンたくさんいただいてたんでね、どっちでも、まあ、皆さんいいと思ってるかもしれませんけど、まあ一応答えていきましょう。はい、ということで今日も時事ネタ動画よろしくお願いします。では行きましょう。ヒロト様、ありがとうございます。蓮舫に続き小池百合子も都知事選に立候補を表明しましたね。小池百合子は学歴詐称問題が解決していませんし、蓮舫も国籍問題が曖昧になったままです。いい加減ちゃんとした人に都知事になってほしいと思います、ということで、ヒロトさん、ありがとうございます。まあおっしゃる通りでね、まあまともな立候補者がおらんのかという話ですよね。でまあ他にもいろいろ立候補してるみたいなんですけども、まあどうやらこの蓮舫と小池百合子の一騎打ちみたいなことは書かれていましたね。その、なんですかね。やっぱこう、知名度的な問題なんですかね。他にも、いろんな人がいるにもかかわらずですね、この二人の勝負になるっていうのは、なかなか悲しいことですけどね。他には真面目な方もいると思うんですけどね。やっぱこう、学歴詐称とか、国籍問題とか、こんな怪しい二人の女性の対決はどっちも応援できませんし、どっち引いても外れっていうね、パターンですよね。こんなん選挙ってこういうの多いですよね。ヒロト様、ありがとうございます。はい、次行きましょう。アクセル適度に踏む子様、ありがとうございます。逮捕歴33回の偉大なるのぶみ絵本大作家大先生様が、子供に都知事選の結果を予想させたら蓮舫を指さしたと、あ、前からアホみたいなこと言ってますね、という DM が来ていたという動画を上げていました。蓮舫に媚び打って出馬でも狙ってるんでしょうか。はい、アクセル適度に踏む子様あります。まあ、相変わらず本当しょうもないこと言ってるなぁと、体内記憶ですか。僕人生まあね、もうちょっとで50歳、50年になりますけど、のぶみが今まで見てきた中で一番しょうもないんちゃうかなと思いますね。予言とかもそう言ってるやついますけども、何なんですかね、その体内記憶れっていうの。意味がわかんないですね。本当に意味がわかんないと思います。そういうのがあるんだったら、立証責任を果たせよっていう感じなんで、よく信じてる人間がいるなぁと思いますね。もう一発出しておきましょうか。せっかくなんでね。はい、これですね。本作家のぶみ。6歳らしいし、お菓子時だねっていうね。それにいいねを押してるっていうですね。相変わらずのちょっとペドっぷり、ロリっぷりございますね。こういう人間が何を言っとるんだって話ですよね。ちょっとこれね、ずっと毎回ちょっと出したいですよね。よくこういったツイートにですね、いいのを押してる人間をよく信じたりできるなぁと、僕も不思議なんですよね。どこを信用してるのかと、ファンの人とか信者の人はね。じゃあ何をやったら信用せんくなんやって思いますけどね。はい、ということで、最近大人気のね、のぶみ大先生でございました。子供をいちいち使うのやめてほしいですよね。子供なんか都知事とかよく分かってないでしょうから。別に媚びも売ってないと思うんですけど、まあ話のネタに、なんか最近ちょっとね、あの不安商法不安商法ってみんな言われすぎて、なんかビビってしまったのか、それを避けて違うのあげてたりとかするみたいなんで、マキさんがね、のぶみウォッチャーとして毎日デイリー投稿されてますから、よかったら皆さん、あのマキさんの投稿とかフォローとかね、してあげてほしいと思います。はい、1日1通は必ず来るのぶみペドフェリア大先生でございました。はい、ということで、次行きましょう。なんちゃってプジョさん、ありがとうございます。学歴詐称疑惑ユリコ VS 2位じゃダメなんですか蓮舫、時は来た、それだけだ、ファイっていうことでね、まあこの名言ですね。今は亡き橋本真也さんの名言ですね。ファイじゃなくて、これは本当は蝶野正弘選手がですね、プって笑う坂口猪木戦のね、前のインタビューですね。まあ確かに時は来たって感じなんですかね。どっちか選ばないとダメっていう究極の罰ゲームですね。なんちゃってプジョ氏さんかな、しがないですね。ありがとうございます。はい、では次行きましょう。女帝の牛様、ありがとうございます。東京都知事選が蓮舫対小池百合子の様相を呈してきましたと。私は個人的にどちらも嫌です。まあ多分みんなそうだと思うんですけどね。日本の首都である東京の代表はこの二人のどちらかで良いのでしょうか。日本の明るい未来が見えません。
はい。これも誰か言ってたはずですよね。これもなんかプロレスラーが言ってた気がするな。健造かな。はい。私が子供だった頃、バブル崩壊後の平成初期の頃の方が、まだ良かったとすら思ってしまいます。ケンケン先生、お二人をぶった切って差し上げてください。女帝の牛さん、ありがとうございます。まあ、ぶった切る、もうぶった切られてますよね。まあ、僕がぶった切る前に、はい、学歴詐称をやってるんで、よくずうずうしくも二人とも出てるなと思いますけどね。退任せずにまだ出るっていうね。この二人はほんと面の皮が、まあ、相当厚いですよね。槍とか剣だったら通らないぐらいの面の皮の厚さだと思いますね。80センチぐらいあるんじゃないですかね。何も気にすることなく普通に選挙に出てる非常に厚かましい二女性でした。はい、ということで女帝のおじさまありがとうございます。次行きましょう。チェス様ありがとうございます。蓮舫と小池百合子どっちが勝つんでしょうか。ストレートなマカロンですね。まあほぼ二行。チェス様ありがとうございます。まあもうこれはね最後とりあえず言いましょうか。行きましょう。福様ありがとうございます。先生配信お疲れ様です。いよいよ地獄の東京知事選が始まります。小池百合子と蓮舫の一騎打ちになりそうですが、都民の私としては一票入れる選択肢が限られ絶望しかありません。まあね、確かにね、まあ紙飛行機折って飛ばした方がまだ有意義かもしれませんね。福様ありがとうございます。まあどっちに入れながらもう両方とも罰なんでね。お笑いウルトラクイズとか言いますとですね、あの丸とペケがありまして、片方が普通の救われるですねトランポリンみたいなので、片方が泥水なんですけども、これはもう両方とも泥水ですから、どっちに飛び込もうと泥水しかありません。要するにもう正解のないクイズですから、これは厳しいですよね。好き嫌いとかになってきますし、まあ最後にね僕の話も言いますけども、まあとりあえずニュースを見ていきましょう。はい、これですね、6月12日18時のニュースでございます。2日前かな。小池氏蓮舫氏、指揮者が見る2人の強みと弱み、女性対決を超えてっていうかですね、なんつうかねこれ、2016年、あ、握手してますね。顔は笑ってますけども、まあ2人ともに心は笑ってないですよね。なんじゃこいつと思ってるでしょうね。学歴カーストをずっと上位に来たような人間ですから、まあこっちは学歴詐称してますけども、こういう2人が歩み寄ることとかですねないですよ。まあこれはカメラの前でこうやってるだけでね、もうおそらくこの時からなんでこいつと思ってるはずなんですよね。小池百合子氏が東京都知事選6月20日告示、7月7日投開票への立候補表明したと。有力候補である蓮舫氏との共通点や違い、2人の強み弱みを専門家に聞いたと。歩みも強みも対照的、かつて自民党本部で働き民主党の、事務局長も務めた政治アナリスト、伊藤さんは日本初の女性総理大臣を目指すと公言したことがある2名。やめてくれよって話ですよね。バカにすんなよってことなんで、よくそんなこと言えるなってますね。発信力も知名度も極めて高いと共通点挙げる。まあ知名度は高いかもしれませんけどね、まあみんな知ってるという、それだけですよね。政界で歩み対照的と。小池は日本新党、自由党、保守党、自民党と政党を渡り合ってきた。その一方で、都知事1期目は自民党に逆らう形で立候補し、自民都連とも激しく対立したが、2期目からは関係を修復するしたたかさがあったと評する。まあしたたかですよね。はい、もう昔からその、やっぱ女性の武器とかを使える人間っていうのはやっぱしたたかだと思いますよ。蓮舫氏については一貫して旧民主党畑を歩み、直線的な印象と語る。民主党政権の際は事業仕分けを担当した、任意じゃダメなんでしょうかというフレーズが注目されたが、予算を節約するきっかけを作ったり、国民に見えないお金を見るようにしたりと実績はあったと振り返る。ちょっとここからは有料記事なんで読みませんよね。まあその、政党とかは違うかもしれませんけども、基本的に似たようなもんですよ。はい、無理にその対照的にしてますけども、まあこういう人間はずっと両方ともにねマウントを取りたい、まあ、男に負けてたまるか、私が一番偉いっていうようなマインドですから、はい、あんまり変わんないと思いますよ。前ね、面相ね、別の動画で見ましたけども、まあ、面相的には蓮舫氏の方がいいんですけども、まあ、かといって面相が良かったら、そういうの受かるんかって言ったら別の話ですからね。むしろ政治家っていうのは、面相悪い人のオンパレードですから、はい。要するに汚い人間の方が当選するかもしれませんよね。最後にもう一記事だけ見ていきましょう。東京都知事選、小池百合子と蓮舫が似て非なる4つの理由、クールビズ、2位じゃダメ、2見る2人の違いはということでね。初代 WBS キャスターと第14代クラリオンガール。二人ともとにかく目立つ女性政治家、まあ目立ちますよね。まあもともと要するにタレントっていうことですよね。似ていると、そう、似ていると思いますよ、評される。似ているからこういうのに、立候補してですね、まあ政治家なんてことをやってると思いますよ。2024年の都知事選は七夕決戦という、日程で展開される。この都知事選には、すでに蓮舫氏が5月27日に出馬会見で述べたように、単に一つの自治体の知事を選ぶという意味だけでなく、来たる政権交代をめぐって衆院選の前哨戦、与野党対決の代理戦争という意義が付与されたと。
で、この七夕決戦になった都知事選は過去最多であった2020年の22人の候補者を上回る可能性が出ていると。すでに30人以上が出馬の意向を表明していると。ただですね、30人以上出馬しているのに、まあ、結局はこの2人の対決になるってことでしょ。やっぱこそそういうのは、まあ、誰が必死に東京都を良くしようとか誰の公約を聞くとか関係なくですね、もうもはや有名人の対決という風になってるだけですよね。まあ小池百合子が立候補の正式表明控え、その発言注目が集まる、まあ正式表明しましたよね。ちょっとこれニュースが少しだけ古いんでしょう。だからまあそこら辺はですね、二人の経歴どこが似ている、ちょっと見ていきましょう。あ、こういう部分ですね。二人の共通点、まあ、ジェンダー、初の女性都知事、当選な2代続けて女性都知事、テレビワールドビジネス立会と初代キャスター、うん、そうですね。で、蓮舫氏の方が第14代クラリオンガールステーションアイキャスター。まあ僕からしたらね、まあたけしさんのこれスーパージョッキーの司会してた蓮舫氏と、あとビールかな、なんかビールの CM に出てたような、はい、気がしますね。で、これ大丈夫かと、カイロ大学卒、あ、でも書いてますね、西とも疑惑報道あり、まあ疑惑じゃなくてこんなん出てないでしょ。はい、もうこっちはガチガチにインチキだと思いますけどね。これもそうなんですかね。この国籍問題とかもありますからね。あ、何にしろこの、なんでこの怪しいね、二人から選ばなあかんねんっていうのが一番ですよね。結構、まあ僕の YouTube チャンネルにはですね、まあどちらが受かりますか的な来てましたけども、まあいい勝負なんですよ。要するに、皆さんもマカロンに書かれたように、どっちかが当たりということはなくですね、どっちも外れなんですよ。はい。まあ、外れと外れしかないくじですけども、他にもたくさん出ているのに、まあ、この二人しか目立たない。まあ、選挙ってそういうもんなのかもしれませんけども、他に選ぶ人が、この二人だったらもっといると思うんですよね。はい。ただ、やっぱこう、人間っていうのはですね、結構もう変化を嫌う人が多いんですよね。はい。要するに、今、東京都知事の外れ。今、東京都知事じゃない外れ。どっちも外れなのは分かってるんですけども、もうどうせだったらこの、まあ、変わらない外れ。新しいのよりも変わらないはずでに入れとこうかみたいな感じがあるんで、まあ僕は小池百合子氏の方はちょっと有利かと思うんですけども、まあどっちでも一緒ですよね。はい、もうこんなん本当、まあ靴をポーンと投げてね、明日天気になれじゃないですけども、はい、まあ、雨か晴れかの下駄のあれと一緒ですね。もうどっちでもいい感じですね。まあどっちになっても良くならないし、何かが望めるわけではありませんから。はい、なんでこんな二人になってしまったのかなっていう、もうそろそろ政治というルール、選挙というルールを変えていかないとダメなんじゃないかなと思いますよね。先ほどの記事にもありました通り、過去最多の数が出てるのに、ほぼこの二人しか目立っていない。それだったら他に出てる人は無意味になりますからね。で、おそらく他に出てる人とかは、こんな大それたですね、カイロ大学卒とかいうこの学歴詐称とか、国籍問題とか抱えてる人間ばっかりじゃないと思うんで、まあ、普通の方もね、いると思うんで、できたらそっちの方に投票したいなという気はありますけども、そうはならないんでしょうね。こんだけ二人が取り上げられてるということは、小池氏、蓮舫氏、そしてその他、大勢、みたいな感じの状態に、なってるんでしょう。どっちのハズレに入れるかだったら、なんか、まあ、小池百合子氏の方がもう今まで都知事やってるんで、みたいな感じあると思いますけどね。ただまあ、読めないのは読めないですね。本当にこう、まあ、どんぐりの背比べというか、50歩100歩というか、どっちが上かもわかんないですからね。あれ、どっちともにやっぱ、ダメさが目立つんで、まあ、どっちでもいいかなと、まあ、この選挙は期待できませんし、非常にこうくだらないなぁとは思いますね。もうちょっとシステムとかを変えないといつまでもこんなことが続くんじゃないでしょうか。そして東京も我が日本の首都なんですけども、良くなることがありませんから、いい加減にしてほしいなと。本来ならこの二人には期待をね進めたいと思いますね。さすがにこの二人が出てなかったら残りのね30名の方から誰か選ぶっていう風になるので、この実力もないし非常に評判が悪いだけの2人が立候補するっていうのがダメじゃないでしょうかね。はい、ということで僕のおすすめとしては辞退、はい、辞退をしていただく。そしてずっと前も小池百合子とかがねなるぐらいならマンチカンの子猫がなった方がいいんじゃないかって言ってたんですけども、 AI とかあれは案外本心ですね。昔玉駅長っていうのいましたけども、はい、猫の方が悪さとかしないんでね、はい、何もできないかもしれませんけども、猫も何もできなかったらこいつらも何もできないんですよ。むしろこいつらは悪いことを考えてですね、私腹を肥やしたりとか無駄金を使ったりとかするんで、猫とかそれないので、だからまだマンチカの方がマシじゃないかなと、これは正直な意見と思いますね。昔の多摩駅長みたいに、多摩都知事みたいなね、もうそれで十分じゃないかと思います。あと猫だったらカメラに映るたびに、この二人はねなんかムカつく面相してるなとか表情悪いなってみんな書いてましたけども、コメントに。そんなんがなく、子猫だったら映るたびにね、都民とか関係のね、大阪に住んで僕たちも癒されるんでね、可愛いなと思ってしまうんで、はい、マジでマンチカンの子猫の方がマシじゃないかなとは思いますね。
はい、ということで今日はどちらがなっても意味がない選挙、小池百合子対蓮舫について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設していますので気軽にお問い合わせください。ニコニコ動画では修正音、モザイクなしのノー編集動画をアップしておりますので、よろしければニコニコもご覧ください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。